無事でよかったわ。早速だけど聞いてちょうだい。敵について新しいことが分かったのよ。敵をやっつけるとき、強い技でやっつけた方がよりたくさんのエレパックを出すらしいの。覚えといても損はないんじゃない？へえ、本当？なるほど。じゃあ俺の華麗な技を披露すればいいってことか。簡単簡単。ほんじゃまあ次行こうぜ。次。新しくデータウェポンの反応が見つかったわ。どっちに行くかは任せるわ。We'll be right back.
強力な反応を確認。二人とも気をつけて。おっしゃ、行くぜ北斗。了解銀河。行くぜ。そうだな。気をつけて。なんだろう、静かすぎる。やはり子供好きだらけだな。うわあ、びっくりすんじゃねえか。相変わらずふざけおって。
ぜ勝てぬ。ファイルセーブ、バイパーウィップ。なるほど、ムチみたいに遠くを攻撃できるんだ。おかえりなさい。敵に関する新しい研究結果が出てるわ。オーガとの対戦についてよ。ある順番で技を繰り出していくと、オーガにどんなにエネルギーが残ってても戦闘不能にすることができるの。それをプログラミングアタックと呼ぶことにするわ。プログラムの順番は私にもわからない。自分たちで探し出してみて。プログラム、例えばどんなんだろう。こんなプログラムも考えられるわね。例えばジャンプキック、しゃがみキック、投げ、コマンドアタックでプログラム完成とかね。でも途中でガードされたり攻撃を受けてしまうとプログラムは消えてしまうから、また最初からプログラムしなきゃならないわ。電池がない時でもプログラミングアタックでなんとかなるんじゃないかな。反応がある場所が増えたわ。順番によっては戦いが楽になるかもしれないわね。行くぜ。
な反応を確認。二人とも気をつけて。今日は約束があるから早く帰りたいのに。なんだよそれ。じゃあとっととやっつけちまうぜ。行くぜ。いたぞ小僧ども。なんでいつも先回りされちゃうの。いいってことよ。要はあいつに勝って奪っちまえばいいんだから。バイパードライブインストール。スタート。行くぜ。行くぜ。
私がパイロットとしてあいつらに劣るというのか。ファイルセーブ、ブルホーン。ふーん、腕につくのか。こんなんで殴られたらうーん怖っ。